明治。それは日本が戦乱の世から近代へ向かう激動の時代。そんな激動の日本を支えた小さな藩があった。この物語はそんな激動の幕末から明治期を生きた唐津の偉人たちの記憶の中の物語である。久々に唐津を訪れましたが、町並みはすっかり変わってしまいましたね。でも風土や雰囲気はそのままですね。彼の名は高橋是清。明治4年、18歳の時に唐津の英語学校太閤寮の英語教師として唐津藩に招かれ、唐津の教育の礎を築いた男である。あの人は唐津君、ちょっと行ってみましょう。ひょっとして小笠原直国殿ではありませんか？おお、久しぶりだな高橋君。一体どうしたんだい、こんなところで。小笠原長国、唐津藩小笠原家最後の藩主である。明治4年、唐津藩英語学校としての太閤寮を設立し、高橋是清を教師として招いた中心人物である。実は今年で明治維新150年ということで、久々に太閤寮時代を思い出して唐津を散策してたんですよ。そうか、私も高橋君と一緒だよ。久々に懐かしの唐津を散策してたんだよ。そうだ、せっかく唐津に来たのなら、この機会に明治維新という大きな時代の転機を我が唐津藩がどう乗り越えていったのかを勉強してみたらどうかね。君がいた太閤寮も起死回生策の一つではあったが、それ以上に明治維新と唐津藩の隠された真実があったんだよ。何ですかそれは？それは君自身が調べてみたまえ。キーワードはこれだ。あ、コーブルですか。今年で明治維新150年でもあるらしい。では唐津藩と石炭がどのような関係だったのか勉強してまいります。うん、では後ほど会おう。さて、唐津藩と石炭の関係を知るにはどこに行けばよいのでしょう。Excuse me、 この辺りで唐津藩時代の石炭産業に詳しい方をご存じないですか？おお、それならば自分がご説明いたしましょう。唐津藩士三井礼介、小笠原長国の側近として行動し、特に唐津藩の石炭産業を任されていた切れ者である。わお、なんという偶然なんでしょう。紹介が遅れました。私は高橋是清と言います。小笠原長国殿から石炭に関する問題をもらって調査しているところです。そこに明治維新と唐津藩の隠された真実があるということでしたので。そうでしたか。では私の知り得る石炭の歴史を説明しましょう。幕末の唐津藩の石炭採掘場所は北畑や大地に5箇所ほど設けられた。そこで採掘された石炭は川船で松浦川河口まで運ばれ、さらに呼子へと運搬し売買されていた。捕鯨業や和紙作りとともに石炭産業は唐津藩を支える重要な財源となっていた。当時石炭は塩作りや瓦作りなどの燃料として使われたほか、家庭では風呂やかまどの薪代わりになるなど、人々の暮らしを支える重要な資源だった。しかし幕末になり、九州の諸藩が次々に蒸気船を購入すると、良質で燃焼性の高い唐津の石炭はその燃料として需要を増した。そんな時に我が薩摩藩も
唐津に石炭を掘りにやってきたわけでごわす。あなたは一体だ。五代さん、久しぶりですね。お久しぶりでごわす。ちょっと待ってください。二人は知り合いなんですか？幕末の長崎にあった英語学校の知恵館の仲間です。こちらは薩摩藩士の五代友厚さんです。薩摩藩士五代友厚、幕末にイギリスに渡るなど早くから貿易や産業の重要性を学んだ。明治後、大阪経済の基礎を築いた男である。はじめまして。どうぞ。薩摩名物薩摩揚げです。サンキュー。薩摩揚げは大好物です。我が薩摩藩は蒸気船を5艘も持っていたにもかかわらず、領地には全く石炭がなく、高い石炭を買うしかなかったんでごわす。ところが三井沢の計らいで唐津で石炭を掘れることになりました。オーマイゴッド、薩摩藩が唐津に石炭を掘りに来ていたんですか？そうでごわす。旧ラギや大地の5カ所に薩摩藩の石炭採掘のお手山を設けて石炭を手に入れることができました。ちなみに後ろの山がそのうちの一つ、籠岩で、今は薩摩山とも呼ばれております。ここで薩摩藩が採掘を。唐津の良質な石炭に目をつけたのは薩摩藩だけではなかった。熊本藩や久留米藩、そして佐賀藩までもが唐津に石炭を採掘に来ていたのだ。その頃、高島沖合には石炭を積み出すために熊本藩や久留米藩、薩摩藩などの蒸気船がたびたび訪れていた。当時は全国の石炭出炭量のおよそ3分の1が唐津だったとも言われ、唐津の石炭が幕末から明治維新にかけての日本のエネルギーの原動力になっていた。唐津が日本のエネルギーの原動力になっていたんですね。ところで長国殿はどうして唐津さん以外の藩にも石炭を掘らせるようなことをしたんですか？あの当時、イギリスやアメリカなどの力は強大なもので、日本がそんな外国に攻め込まれればひとたまりもありませんでした。幕末は藩の違いだの思想の違いだので揉めていましたが、長国殿は今は外国に対しても日本は強くならねばならないと思い、他の藩の石炭採掘も許可したんですよ。私も同意見でしたからね。そうか、三井さんも長国殿も幕末動乱の先の日本の育成を考えていたのか。ん？待ってください。唐津に石炭を掘りに来た薩摩、熊本、久留米、佐賀の4藩はいずれも徳川幕府を倒した明治政府軍に属した藩ですよね。まさか唐津の石炭は。はい、幕府を倒す際の軍艦の燃料に使わせてもらいました。いや、唐津藩は根っからの徳川方だと思っていましたが、実は燃料面で幕府を倒した4藩を支えていたんですね。それだけではありません。唐津の石炭がなかったら明治維新の成立そのものが。おっと、三井殿、それから先は高橋さんに調べてもらった方がよかでごわす。わかりました。せっかくですので3人で記念撮影をしましょう。いきます。はい、はい、明治。唐津藩は根っからの徳川方だと思ってましたが、燃料面の石炭で幕府を倒した四藩を支えていただけでなく、明治新成立そのものに関わる何かもあったんですね。そこが明治新と唐津藩の隠された真実の核心でしょうか。謎は深まるばかりですが、ますます面白くなってきましたね、カラバン君。ランダランダランダラン。
続く。明治、それは日本が戦乱の世から近代へ向かう激動の時代。そんな激動の日本を支えた小さな藩があった。この物語はそんな激動の幕末から明治期を生きた唐津の偉人たちの記憶の中の物語である。ここは明治期を生きた偉人たちの記憶の中の世界。明治維新から150年を迎え、懐かしき場所唐津に舞い戻ってきた偉人高橋是清は、唐津藩最後の藩主の小笠原長邦と出会う。そこで明治維新と唐津藩の隠された真実について学ぶよう言われ、唐津の石炭が日本の幕末期を支えていたことを知る。さて、長邦殿はどこにいらっしゃいますかね。おお、高橋先生、お待ちしておりました。どちら様ですか。私は元唐津藩士で、一時期函館新選組にも入隊していた大野宇宙と申します。おー、大野宇宙。若くしてその才能が認められ、江戸の学校で高杉晋作や河合継之助などと親しくなる。小笠原長通の側近として最後まで活躍し、新選組の土方歳三の最後を記した函館戦記は有名。若殿、若殿、高橋先生がお目になりました。おお、あなたが唐津人の近代の父と呼ばれた高橋是清先生ですか。私は小笠原長通と申します。小笠原長通、唐津藩小笠原家初代の小笠原長政の長男として生まれる。後に小笠原長邦の世継ぎとなり、徳川幕府の老中として終末期の幕府を支えた。父に高橋先生の手助けをするように命じられ、到着をお待ちしておりました。そうでしたか。それはお待たせしました。ぜひ明治維新と唐津藩の隠された真実についてお話を聞かせてもらえませんか。もちろんです。小笠原家の菩提寺でもある金生寺にてゆっくりとお話しいたしましょう。これは戦没死の碑とありますが、何の慰霊碑ですか。戊辰戦争の際に明治新政府軍と戦って散っていった仲間たちを顕彰した石碑です。戊辰戦争には自分も含め42名の唐津藩士が徳川方として戦い、11名が亡くなりました。そこにいる大野は函館新選組に入隊し、土方歳三の補佐まで務めましたよ。え、土方歳三ってあの新選組の副長のですか。はい、若殿と従い仙台まで来た際に他の23名の者たちと新選組に入りました。自分は兄と慕っていた土方殿と一緒に北海道を転戦し、土方殿が亡くなる直前まで一緒にいました。その後は明治政府の役人として全国で働き、明治31年には東松浦郡長として唐津の近代化を支えました。東京では唐津出身者の寄宿舎である休憩舎の幹事になり、学生の育成にも力を入れたものです。おお、戊辰戦争後も明治国家や唐津の近代化にも貢献されたんですね。おや、この石灯籠、やっぱりそうだ。それ達郎君が奉納したものではありませんか。そうそう、それも上野戦争や
庄内などで明治政府軍の戦った一人ですからね。曽根達三、同郷の辰野金吾とともにジョサイア・コンドルに学んだ建築家。東京丸の内に赤レンガのビルが立ち並ぶオフィスビル街の礎を築いた。おお、ここからの眺めは最高ですな。ね、クラマン君。ところで長道殿、明治維新と唐津藩の隠された真実について教えていただけませんか。おお、そうでした、そうでした。それを語るには、まずは私の生い立ちを話さなければなりませんな。長道は幕府の老中として第二次長州征伐の指揮を取ったことにより、明治政府から唐津藩は徳川方とのレッテルを貼られた。政府から忠節の証として長道の切腹か謹慎を迫られた父長国は、藩のため、息子のため、明治元年、自ら明治政府のある京都に上がり寺で謹慎した。しかし長道は明治政府の命に背き、密かに唐津藩の江戸屋敷を脱出。徳川を慕う者たちの行く末を見届けるため、最後は北海道へと渡ったのだった。長道殿の徳川方への熱い忠誠心はよく伝わってきましたが、そんなことをしてはますます唐津藩の立場を悪くするだけだったのでは。おっしゃる通り。しかしそんな窮地に追いやられた唐津藩の立場を逆転させる出来事が起こったのです。当時成立したばかりの明治政府にはほとんど戦費がなく、関東や北陸など徳川方の軍と戦うための兵員や物資、武器を輸送する蒸気船の燃料も欠乏し、戦いを有利に進めることができなかった。そこで長国は藩の存亡をかけた起死回生の策に打って出た。その起死回生策というのが石炭だよ。唐津藩は名誉挽回の秘策に石炭を使い、明治政府に献上したのである。その量実に3000トン。明治政府は唐津藩の石炭献上に助けられ、徳川方との戦いを有利に進めることができた。その後唐津藩は石炭を兵庫港や敦賀港などに運び、各藩の軍艦に石炭を配分するなど、明治政府の後方支援の要として活躍した。もし唐津藩が3000トンもの石炭を献上しなかったら、維新が少し遅れたかもしれませんね。これはすごい話ですよ、カラマン君。唐津の石炭が明治政府側の4藩だけでなく、明治政府の大きなエネルギーになっていたなんて、まさに明治維新成立の根幹に関わる大きな問題の一つを唐津藩が解決したというわけですね。石炭献上のおかげで父の謹慎もわずか5ヶ月ほどで解け、無事に唐津に帰ってくることができたんです。いや、ありがとうございました。これで明治維新と唐津藩の隠された真実を知ることができました。いえいえ、高橋先生、明治維新と唐津藩の隠された真実はまだ続きがありますよ。ここからは直接父に聞いてください。レアリー、まだ続きがあるんですか。では早速長国殿の門へ行ってまいります。お二人ともありがとうございました。いやー、150年も経てば周りの風景はガラッと変わってしまいましたね。しかしこの建物だけが周囲とテイストが違いますね。失礼します。おお、マイゴー、辰野君とそれに曽根君じゃないですか。辰野金吾、同郷の曽根達三とともにジョサイア・コンドルに建築学を学んだ。東京駅や日本銀行本店などを設計し、辰野式と呼ばれる建築スタイルを確立した。
あ、なんだ、胸像か。おや、サテライト館。おお、ここが3月17日からの明治維新150年の唐津のサテライト館になるんですか。おお、高橋君じゃないか。お、長国殿。石炭のことは何か分かったかな。はい、三井霊介さんや長道殿に助けられながら、石炭にまつわる明治維新と唐津藩の隠れた真実を教えていただきました。しかし長道殿はこの話にはまだ続きがあるとおっしゃいまして、その続きは長国殿から聞いてもらいたいとのことでした。そうか。実はね、高橋君、私は日本を一新するならもっと斬新に全てを変えねばならないと思っていたんだよ。それが本当の日本の近代化だとね。明治2年5月、この当時はまだ藩籍奉還で藩知事が置かれる前で、諸国には大名が君臨していた。そんな時代、私は2つのことを明治政府に提言したんだ。一つは大名統治を廃止し、明治政府の役人が中心となって日本を統治する郡県制を定めること。明治政府から委託されたとはいえ、大名がそのまま君臨し続けると財源や命令も一元化できない。それでは本当の意味での近代国家とは言えない。そのため明治政府の役人による日本隅々までの支配が望ましいとね。さらにもう一つは、日本という島国を外国の列強から守るため海軍を増強することを提言した。その当時の明治政府には財源がなかったため、国債の発行と外国との貿易拡大による利益を財源に充てるよう進めたんだ。ちょっと待ってください。私も後に日銀総裁や大蔵大臣を務めた男ですから、経済の話には詳しいつもりですが、明治2年の藩籍奉還前にすでに日本の財源として国債の発行を大名として提言されるなんて、これはすごいですよ。確か明治政府が初めて国債を発行したのは明治3年だったから、ひょっとしたら長国殿の提言を受けて。そうであったかもしれないし、そうではなかったのかもしれない。今となってはどうでもいいことだよ。唐津の石炭が日本の明治維新を支え、唐津の藩主が大藩置県につながる郡県制の施行や国債の発行も提言した。まさか唐津藩が明治維新の重要な立役者だったなんて。はっ、これは平成の唐津の人たちにも伝えなければ。なんだか教師の血が騒ぎますよ。行きますよ、クラウン君。今年は明治維新150年にあたり、唐津市も八偉人の顕彰を中心としてさまざまなイベントなどを予定しております。皆さんのお越しをお待ちしております。